はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は最新ユニット情報ということで、水着フィーラの実装が決まりました。クソカワですわと。でさらにドット絵一目惚れしました。クソカワいい。これはねホーム画面においてめでてもお釣りが来るレベルの美少女で、今回、水着フィーナだったんですが、僕は水着エルマティルが来るんじゃないのかなと思っていました。なんでかっていうと、今回のダークビジョンズのラストステージが機械種族の敵だったので、エルマティルといえば機械の 250% キラー付与があったから、いやそろそろ4部キャラで水着来るとしたら誰だと。いやトゥーリエはないしタイバスもないだろうと思って、やっぱエルマティルかなと思ったんですが、ここは正ヒロインのフィーナがやってくるという結果になりました。いや十分よ、それでも満足なんですが。で今回のフィーナの属性の予想なんですが、さすがに水かなと。まあ水着というのもあるんですが、今回のダークビジョンズのラストステージが水属性弱点が入っていて、現環境において水のエレメンタルバースト持ちっていうのがいないんですよね。だからそういうなんだろうな、環境の状況を見てもやっぱフィーナが水属性で、まあ、ウォーターエレメンタルバーストを持っているのが自然な流れかなと思ったので、まあ、水属性と予想しました。で、続いてルンドマリンタイプ、これもこれで可愛い。また帽子が可愛いよねこれ。でルンドが、まあ、乗り物に乗っているもので、仏鉱と支援タイプなので、どうなんだろうね、仏鉱よりもやっぱ火力は控えめかなと思っているので、できることといえば属性の付与とか威力アップ、あとはエリア展開とかキラーの付与ができたら、アタッカー兼ね、そう補助役も兼ねられたらめちゃくちゃいいなと思うので、いやなんか今回この2人いないとダークビジョンズ厳しそうなイメージもあるから、ちょっとそこが怖いね。で今回の、まあ、新しく来る、まあ、イベントの追加のところなんですが、このねクラウンクエストがあって、戦いの果ての友情が来るんですけど、これリュースじゃないかなと思っていて、戦いの果ての友情って多分レインとリュースのことだと思っていて、でリュースも、まあ、一応現環境に別に対応してるっちゃ対応してるんだけど、さらにここで水属性の火力を伸ばしてくるんじゃないかなと思って、ここはここでリュースの強化が来ると僕は思っております。皆さんは誰が来ると予想しますでしょうか？そのあたりもぜひコメントで教えていただければなと思います。でダークビジョンズの下位ステージだねが、25日の5時から実装されることも新たに分かりましたということで、今回は最新ユニットの、フィーナ、そしてルンド、マリンタイプをご紹介してまいりましたが、まあ、ご紹介というかちょっと予想をしてまいりましたが、皆さんはどんな性能を予想しますでしょうか？ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。